はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。発見する予定病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日はね、ちょっと今朝のね、ワイドショーでね、飛び込んできたニュースが気になって、ちょっとそのことをお話ししたいんですけども、元プロ野球選手のね、北別府さん、広島カープでね活躍されてた元エースのねピッチャーの方なんですけども、その方がね、昨日か20日かね、成人 T 細胞白血病であることをね、公表されたっていうのがね、ニュースでバーンと上がってきまして、もうね、ちょっとびっくりしましたね。まあ、その診断受けたのが2年前やったらしいんですよ。まあ、所属事務所によりますとね、その、まあ、21日は今日ですね。今日よりまあ、この広島県内の、まあ、病院に入ってですね、まあ、抗がん剤治療を受けて、まあ、その後に、骨髄移植を行う予定と発表されました。まあ、北別府さんはね、そのブログでね、まあ、解説者としてカープのね、日本一を見届けるために必ずや復活しますとコメントされてました。またね、その有名人のですよ、白血病の発表ですよね。だから2年前の検査で診断されて、21日やから、まあ、ほんまに今日ですよね。今日からね、入院して抗がん剤治療をして、まあ、骨髄移植をするということなので、まあね、その骨髄移植前の電処置が始まるんでしょうかね。まあ、詳しくはね、説明はしてないんでしょうけども、まあ、その骨髄移植を行う予定なのでね、まあ、きっとドナーさんが見つかったんでしょうね。まあ、そうであればね、すごい嬉しいことですよね。よかったと思います。まあ、そのね、その以前もお話ししたんですけども、まあ、僕の場合はその骨髄移植をする前にね、そのする抗がん剤治療、まあ、全処置というね、ものがあったんですけども、そのめっちゃね、その壮絶なね、副作用がありました。まあ、でもあれは辛かったですね。まあ、主にね、嘔吐、下痢、口の中からね、喉にかけての粘膜障害、まあ、いわゆる消化器系ですね。消化器系、胃腸とかね、まあ、あるんですけども、まあ、その嘔吐、下痢は主にその胃と腸なので、まあ、どんな症状かと言いますと、まあ、そのね、嘔吐に関してはですね、こうやって、普通に喋ってるじゃないですか。喋ってる途中にいきなり、うえーってこう吐いてしまうような感じに、なるんですよ。まあ、その当時はね、ちょうど、お母さんとね、僕姉ちゃんが来て、面会に来てくれてて、まあ、楽しくこうやって喋ったんですよ。その会話をしてる会話をしてる最中にですね、もう吐いてしまうので、個室のベッドにね、こう、もうすぐ横にある、備え付けのトイレがあるんですけども、便器があるんですけどね、まあ、そこに飛びついて、もう吐き出すということがね、ありましたね。まあ、下痢に関してもね、だんだん間に合わなくなってくるんですよ。まあ、だんだん間に合わなくなるっていうのはですね、まあ、少しずつね、お尻が締めれなくなってくるんですよね。どうね、なんて説明したかわからないけど、まあ、そういうことなんですよ。その完全に解放されてるお尻がね、完全に解放されてる状態までは、まあ、緩むことはなかったんですけども、まあ、そのベッドから起き上がって、たった1メートル横にあるトイレにも、たどり着くことができなくなる状態でした。まあ、その度にね、ナースコールで、こう押してですよ、看護師さんに来てもらってですね、シーツを取り替えてもらって、っていう感じでしたね。まあ、そしてね、その口の中の粘膜障害はですね、まあ、ひたすら口内炎が口の中全体にわってこう広がっていきましたね。まあ、その粘膜障害をね、予防するためにね、まあ、その口の中にね、氷を含むんですよ。まあ、抗がん剤治療しながら氷を舐める。こう抗がん剤ね、点滴でピーって入れながらね、氷を舐めるんですよ。その舐めると、その冷たさで粘膜が麻痺してくるんですね。冷たい感覚になってきて、感覚がなくなってくるんですよ。まあ、そうすると、粘膜障害が出にくくなるんですけども、まあ、あれはね、氷が当たってるところと当たってないところとではね、まあ、ただれ具合がね、だいぶ違いましたね。まあ、それなりに効果はありました。でも、それなりにただれました。まあ、口が開けなくなるぐらいなんですけどね。まあ、だから相当ですよね。
怖い話ですけども、まあでもそんな状態になるとですね、まあご飯が食べられなくなるので、まあ、そこから徐々にね痩せ始めました。まあ、口内炎で食べられへんし、食べても吐くし、食べて吐かなくても下痢やし、水飲んでもあかんかったですよね。だからね。まあなのでこの朝昼晩必ず飲まなあかん薬もですね、もうほとんど吐き出してしまいました。この錠剤のね、粒の薬をね、いっぱいあるんですよ。めちゃくちゃあるんですよ。なんか入院中ってね、病室で寝てるだけなのにね、薬めっちゃ飲まなあかんっていう状態が続くんですけども、まあでもそれもね、ほとんど吐き出しましたので、まあ、できるだけね、点滴かこう注射でね、に変更してもらいましたね。その点滴で一緒にこの点滴のね、この線からね、流してくれるんです。で、注射も、その、ちょうど、点滴の線を刺すところから、その、なんか特殊な注射なんでしょうね。注射針はついてないんですよ。注射器を、その、まあ、そこの、穴にプスって押し込んで、そのままチューって入れれる、やつがあるんですよ。それでいろんな薬をね、入れてもらってました。飲まれへんからね、薬がね。で、まあ、あとは、今もなお続いている味覚障害ですね。そのね、口ただれてるもんですから、もちろんそこからどんどん味がしなくなっていくわけですよ。まあ、今となってはマシになってるんですけども、まあ、その、ちょうどね、その頃から、かなり激しくなり始めましたね。ほんで痛いしね。まあ、どこが痛いってわからんくらい、どこも痛いんですよ。もちろん口の中も痛いし、頭も痛いし、胃も腸も痛いですし、そんなことが続きましたね。まあ、皆さんね、そうやと思いますけど、なんか吐くとき、吐くときの瞬間ってどんな状態か自分で把握できるほど、まあ、心にね、余裕ないですよね。まあね、骨髄移植する前の全処置っていうのはね、そんな感じだったんですけども、まあ誰もが同じ経験をするわけちゃいますけどね。まあでも、同じような経験すると思います。同じようなですよ、同じようなね。まあ入院してる時にね、看護師さんにね、これってみんなこんな感じですかってこう聞いたらね、即答でね、みんなこんな感じですってこう、おっしゃってました。まあね、僕だけが、こう、特別にしんどいんじゃなかったんや、とね、思ったら、まあ、これは耐えなあかんなーって、ちょっと心からちゃんと思いましたね。まあ、でも一応ね、その副作用を抑える、下痢嘔吐とかっていうのを、こう、抑える薬と点滴はね、出されてるので、まあ、軽めの副作用と言いますかね、まあ、あれぐらいの副作用で、まあ、あれぐらいの症状でね、進んでってね、よかったと思います。あれを経験しないと、骨髄移植ってできへんねやと思ったら、まあ、今となってはね、しっかり経験できてよかったです。まあ、これからね、北別府さんは、その骨髄移植を行う予定なので、まあ、ぜひね、復活して、またプロ野球にね、解説者として、テレビでね、活躍を待ってます。まあ、そのね、骨髄移植の壮絶な体験をね、明るく語ってしまいましたけども、まあ、壮絶だったんですけども、なんて言うんですかね、こう、暗く喋ってもしゃあないんで、まあ、こんな感じでしたよっていうふうにお話しさせていただきました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。